平野翔が着こなすナイキ×シュープリームレザーベースボールジャージ。時代を超越するアイテムの選び方とは。このアドレアのデニムパラシュートカーゴパンツは個性的なデザインと多機能性を兼ね備えたアイテムだ。平野翔のファッションは常に注目を集める。彼の独自のスタイルはシンプルでありながらも大胆でどこか親しみやすさを感じさせるものだ。特に昨晩の CDTV ライブライブでの彼の登場は、まさにその一例であった。黒を基調としたシックな装いに身を包み、若々しいエネルギーが溢れる姿が印象的だった。彼のファッションは、単なる衣装の選択ではなく、彼自身のキャラクターやライフスタイルを反映している。このようなスタイルは、彼のファンだけでなく、幅広い層の人々にも影響を与えている。平野翔のファッション、 時代を超越するスタイルの秘密平野ショその名前に触れるだけで多くのファンは彼の明るい笑顔と魅力的なパフォーマンスを思い出すでしょうしかし彼の魅力はそれだけではありません平野紫のファッションセンスは常に注目を集め彼の個性と魅力をさらに際立たせています昨晩の放送で彼が着用していたのはナイキ×シュープリームのレザーベースボールジャージである このアイテムは2019年のブラックフライデーにリリースされたもので、シュープリームとナイキの最新のコラボレーションコレクションの一部だ。高品質な牛革を使用し、黒に染められたこのジャージュは、スポーティーさとラグジュアリーさを兼ね備えた一品だ。ボタンで閉じるフロントデザイン、胸元と袖に施されたレイヤードレザーのロゴ、そして背面にはシュープリームのアイコニックなボックスロゴがあしらわれている。これらのディテールが、 シンプルでありながらも存在感を放つデザインを生み出している。さらに、このジャージは、発売当初の価格が576ドルという高価格にもかかわらず、現在でも市場で高い人気を誇っている。このような背景から、平野紫がこのアイテムを選んだ理由が垣間見える。しかし、このジャージは、実は発売から数年経っており、すでに市場から姿を消していたアイテムでした。平野紫はこのような、 過去に流行したアイテムを現代風にアレンジして着こなすことに長けています。例えば、このレザーベースボールジャージの場合、彼はシンプルなブラックデニムと合わせています。シンプルな組み合わせの中に、レザー素材の存在感が際立ち、洗練された大人の雰囲気を漂わせるのです。さらに、彼は髪型も重要な要素として考えているようです。この日の彼は、髪をきれいにセットし、 顔周りをすっきりと見せることで、よりジャージの個性を際立たせていました。平野翔のスタイルは、時代を超えて愛されるものである。彼が着用することで、古いアイテムでさえも新たな命を吹き込まれ、再びトレンドの最前線に引き上げられる。彼のファッションセンスは、ただ単に流行を追いかけるのではなく、自分自身のスタイルを確立し、それを大切にしていることがわかる。彼のファッションは、 彼がどんな状況でも自分らしさを失わない強さと自信に満ちた姿勢を象徴している。また彼が昨晩の放送で着用していたデニムパンツも話題となっている。このアドレアのデニムパラシュートカーゴパンツは個性的なデザインと多機能性を兼ね備えたアイテムだ。13個の実用的なポケットが配置されシルエットやデザインが全体のバランスを保ちつつも独自のスタイルを演出している。このパンツは 日常的に着用することで、使い込むほどに個々のスタイルにフィットし、唯一無二のデニムへと変化する。このような特徴は、彼が選ぶファッションアイテムが単なるトレンドアイテムではなく、長く愛されることを意識して選ばれていることを示している。このように、平野翔のファッションには、彼自身のスタイルへのこだわりと、アイテムの持つストーリーが現れている。彼が選ぶアイテムは、ただのファッションアイテムではなく、 彼の人生や経験を反映したものであり、それが彼のファッションを特別なものにしている。彼のファッションセンスは、彼自身の個性を表現する手段であり、ファンや観客に対しても強いメッセージを伝えている。彼のスタイルは、これからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。彼が着こなすアイテムは、必ずしも最新のトレンドアイテムとは限りません。しかし、彼が着ることで、 そのアイテムは再び注目を集め、新たな価値を生み出します。では、一体なぜ彼は、このような時代を超越したスタイルを貫くことができるのでしょうかその答えの一つは、彼のファッションに対する深い理解にあると考えられます。彼は、単に流行を追うのではなく、自分の個性に合うアイテムを選び、それを自分らしく着こなすことを重要視しているのです。例えば、彼が着用した、 アアドレアのデニムパラシュートカーゴパンツは機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。このパンツは複数のポケットを持つことで実用性を高めながらも独特なシルエットを生み出しています。しかし単に機能的なアイテムであるだけでなく平野翔はこのパンツをスタイリッシュに着こなす方法も熟知しています。彼はトップスにシンプルな T シャツやシャツを合わせ パンツの個性をを際立たせるコーーディネートを選びま,すまた、足元にはスニーカーやブーツを合わせることで、カジュアルながらも洗練された雰囲気を演出します。このように、彼はアイテム一つ一つに対して、深い理解と考察を持ち、それを自分のスタイルに落とし込むことで、時代を超越するファッションを完成させています。さらに、彼のファッションには、時代背景も大きく影響していると考えられます。 平野翔が活躍するアイドル界は、常に変化し、進化しています。新しいトレンドが次々と生まれては消えていく中で、彼は常に時代の流れを見据え、自分自身のスタイルを確立しています。例えば、最近の彼は、レトロなテイストを取り入れたファッションを多く見せています。オーバーサイズのシャツやジャケットを着用したり、ヴィンテージ風のアクセサリーを取り入れたりすることで、 どこか懐かしい雰囲気を醸し出しながらも、現代的な洗練さを失っていません。このように、平野翔のファッションは、単に服を着るという行為を超えて、彼の個性や魅力、そして時代背景を反映した、総合的な表現と言えるでしょう。彼のファッションは、私たちに多くのインスピレーションを与えてくれます。流行に左右されることなく、自分自身のスタイルを確立し、 それれをを貫くくことの大切さを教えてくれますそして、常に変化する時代の中で、自分自身のスタイルを見つけることの面白さを教えてくれるのです。このようなファッションの選択が、彼のライフスタイルやキャリアにどのように影響を与えているのかについても興味深い。彼は、常に新しい挑戦を求め、自己表現の手段としてファッションを活用しているように見える。彼のファッションは、 単なる外見の装飾ではなく、彼の内面的な強さや信念を表すものであり、その結果として、彼のファッションが注目される理由の一つでもある。これからも彼のファッションに注目し、彼がどのようにして自分自身を表現し続けるのかを見守っていきたい。しかし、平野翔のファッションに対する考え方は、私たちが想像する以上に深いものかもしれません。彼は、ファッションを通して、 自分自身を表現しているだけでなく、ファンとの距離を縮めようとしているのかもしれません。彼のファッションは、決して私たちに何かを強制するものではありません。むしろ、私たち自身の個性や魅力を引き出すためのヒントを与えてくれるものと言えるでしょう。平野翔のファッションを通して、私たち自身も、自分らしいスタイルを探し、自分自身を表現していきましょう。そして、最後に一つ疑問が残ります。 平野翔は今後どんなファッションで私たちを驚かせてくれるのでしょうか彼の今後のファッションにも目が離せません。